銀さん、かぐらちゃん、久しぶりのジャンプスーパーステージですよ。ワクワクしますね。何をのんきなこと言ってるあるか。ジャンプスーパーステージブルーね、レッドじゃないある。ジャンプスーパーステージレッドにはワンピースに呪術廻戦、話題作ばっかじゃねえか。それに引き換えブルーと来たら。ちょっと、なんてこと言うんですか。そんなことないですよ。鬼滅の刃やブリーチだってブルーじゃないですか。何言ってんだ新橋、戦隊ヒーローだって赤が主人公なの。その他は所詮脇役。失礼なこと言わないでくださいよ。青だって緑だってヒーローはみんなかっこいいでしょ。連載もテレビ放送も終了しているのに、こんな大きなステージに出られるなんて、きっとサンタさんからのクリスマスプレゼントですよね。サンタだ。そうだ、今年の12月で原作の連載20周年を迎えたことですし、せっかくですから会場に来てくれたみんなと一緒にクリスマスパーティーでお祝いしませんか。楽しそう。あるクリスマスパーティーね。きっと今回もろくなことは起こんねんだろうな。ほら、いろいろ話してる間にクリスマスパーティーの準備ができたみたい。行きますよ銀さん、タイトルコールお願いします。だけじゃねえな。ジャンプウエスタ2024、ジャンプスーパーステージブルー、銀魂ステージスタート。朝早い。早い。眠いじゃ。眠いじゃ。6時起き。ということで皆さん盛り上がってますか。あざす。配信をご覧の皆さんも盛り上がってますか。あ、そうか、配信あるんだこれ。あるよあるよあるよ。下手なことできないよ。本当だ。ということで本日はジャンプスーパーステージブルーに朝早くからお集まりいただきまして誠にありがとうございます。よし。ということで銀魂ステージでございます。よし。はい、今更ですが自己紹介いきましょうか。杉田くん。はい、坂田銀時役杉田智和です。よろしくお願いします。あーす。そして志村新八役坂口大輔です。よろしくお願いします。そしてそして神楽役の釘宮理恵です。よろしくお願いいたします。かわいい。はい。似合う。なんか知らんけど、はい、似合う。あるある。似合う。なんか普通に馴染んでんだけどな。いや私、ね、商品名ダサセーターだぜ。ダサセーター。ダサくないんだけど。ダサくないんだけど。あえてダセーの俺だけだからな。ああ、いや、まあでも、ね、ダサくないよ。何言ってんだ。どうしよう。半笑いで言うな。これ世界一似合うの1位が中井さんで2位坂口さん。アオリプロダクションじゃねえか。よろしくお願いします。はい、ということで久しぶりのジャンプスーパーステージ、よろずやの3人でクリスマスパーティーを行いつつ、原作連載開始20周年の記念ステージということで、今までの20年間を振り返っていければなと思っております。はい、まあ、立ちっぱなしもあれなんで座りましょう。そうですね。はい、まあ朝だしね。お客さんもね大変でしょうけど、朝早かったからね。本当ですよね。旅でしたよね皆さんね。ご苦労様でございます。はい、風強くてさ。大丈夫かなと思ったけど、いいよ、たどり着けてよかった。よかった。さあ、それでは早速銀魂の20年を振り返っていきますよ。はい。題して年代順に並べろ銀魂年代当てクイズ。よいしょ。はい、これからこちらの大画面に過去から現在までのよろずやの3人に関係する画像クイズが3問続けて出題されます。わかりました。その画像を見て杉田君と釘見で協力して古い順に正しく並べ直してもらうクイズです。はい、正解はですね最後にまとめて発表しますので、はい、1問ずつ答えをお手元のホワイトボードに、そこにありますね、書いてください。はい、それでは第1問いきましょう。はい。銀時の名台詞をコミックスの関数が古い順に並べてください。これです。はいはいはい、はい、古い順です。もうシンキングタイム10秒くらいしかないですよ。ないんだ。え、ちゃっちゃか行こう。ちゃっちゃか。どうだと思う。本人本人。まずは3だよね。そうだよね、私も3だと思う。本人本人。ほいほい。3は分かるんだけどさ、2と1がこそこそやっとるな。1かな先に。うんうん、そうだよね、そうだよね、そうだよね。おし、本人大丈夫か。うん。はい、
じゃあ書きましたか。はい、はい、続けて第2問いきますよ。はい、はい、最後に一気にね答え発表。なるほどなるほど、ということでこれです。神楽の設定3枚出ましたね。古い順に並べてください。これ難しいっすね。2はどうなんだろうね。いや2はさ、2は一番最後じゃんか。そうだからさ、3と1のさ、衣装、あー衣装どっちだこれな、1が先かな、1、3、2かな。オッケーオッケーオッケー、3にしよう、3にしよう、うん、おお。1、2、うん、オッケーオッケーオッケー、できました。できましたか。はい、あーいいでしょういいでしょう、はい、そしてじゃあ、はい、3問、はい、こんなのやりたくねえんだよ。はい、僕の宣材写真を古い順に並べてください、はい、これ本当に本当に時期とか笑っちゃうんだけど、時期とかあんの本当にちょっと待って、あおりプロダクションもなんでこれ貸したんだよ時期あるんですかこれ。えさあな、じゃねえよええじゃねえちょっと待って、これ更新されるものだと思ってたんすよ更新も何も、俺この宣材写真10年以上使ってるからね。でもこれよく見ると微妙に変わってるってことですか。そうだよね、変わってる。それはどうかな、ちょっと色味補正されてるけど。色味補正アオリプロダクションそこまでやってくれるの、マジか。312じゃない。まあもう杉田くん書いちゃってるからね書いてるということで回答を見ていきましょうかね、はい、では答え合わせいきます。第1問の正解はこれが正解。ドン312。はあ、そうそう、312正解。おい正解、よし、正解、素晴らしいですね。はい、続いてこれ難しかったね、難しかった。第2問の正解はこちら、うん、1か2。あーそっか最初がノースリーブか。そして3の方が新しいんだね、はい、ちょっとふっくらしましたよ、うんうん、確かに、うん、2問食ったか、うんうん、はい、そして第3問の正解答えは、はい、全部一緒です。なんだ、さあ、1、2、3で正解です。正解だ、1、2、3正解でしょ、はい、はいはい。わあ面白い。面白くないわなんじゃこれいやなんか微妙に時期によって違いがあるのかと思いましたやっぱちょっとずつ補正してますよこれサイゼリアの間違い探し並みに難しいじゃねえか子供が泣くやつですね。泣くやつということで20周年クイズでした。はい、はい、面白い。なんなんだこれさあ、はい、ここまで20周年を振り返ってまいりましたが、はい、続いては、うん、2026年まで予定している長い玉20周年プロジェクトについてお話していきます。はいはいはい、20周年って一体何をするんでしょうかね。なんだい、あ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 、エリカが、あーよかったよかった、何か持ってきてくれました。おはようエリー、介護されてる海沿いがクリスマスカードが届いてるぞ、ありがとうでもくれるのはエリザベスじゃないんだねありがとうございます。やったぜ大輔さん、ジャスだジャスジャスジャス、やっぱね、めちゃくちゃ可愛いカード。おい親友見てるか、あ、ほんとだ、話しかけるな、おめかししてるね、僕もちゃんと、うんうん、エリが可愛いね。ということで、はい、3枚ありますね。まず、うん、あれから届いたかっていうことで僕からいきますね、はい、あ、はいはい、こちらのクリスマスカード、はい、インタマ、うん、ウルトラバンドミーツオーディオハイズ様からです。はい、はい、読んでいきますね。はい、メリークリスマス。メリークリスマス、皆さん楽しんでますか。イエイ、私たちからのクリスマスプレゼントはこちらよっ、あーこれね、ということで、はい、インタマサウンド、う、あ、ウルトラ、銀玉サウンドウルトラソウル2024、うん、はい、こちらですね。はい、来年2月11日開催決定です。はい、楽天先行チケットのお申し込みは本日23時59分まで受付中、はい、さらに詳細は後日発表になりますが、はい、ライブビューイングの実施も決定しました。おやったやった、あらあら配信カメラ、はい、はい、ということで2年後にシャボンディ諸島じゃなくて2月にゼップダイバーシティ東京でということになっておりますね。ありがとうございます。期待して持っていてくれ肩くりじゃねえダメだろ、サボディショートに行っちゃダメだろそうね確かに原作でも言ってねえや言わねえはずだよそれはね、ということで1枚目は、ダマサウンドウルトラソウル2024についてのクリスマスカードでした。はい、さあこのイベント2月ですが、二人はどんな意気込みなどありますか。はい、歌ったり踊ったりできないんでちゃんと盛り上げようと思います、はい、そうだね、
我々はあくまで盛り上げ役ですから。その通りです。はい、私も生演奏を楽しみにしたいと思います、ね、あ正しい答え。もうメインはアーティストの皆さんなんでね、はい、そうそうそう、アーティストの皆さんがメイン、はい、しっかり盛り立てられるように、はい、はい、よろしくお願いします。はい、ということで銀魂20周年プロジェクト1つ目銀魂サウンドウルトラソウル2024でした。はい、じゃあ次杉田君行こうか。はい、こちらの、クリスマスカードは集英社様からです。はい、お世話になっております。お世話になってます。メリークリスマス。久しぶりのジャンフェス最高ですね。最高ですね。皆さん盛り上がってますか？私たちからのクリスマスプレゼントはこちら。ソラシ先生豪華書き下ろしイラストが表紙の最強ジャンプ1月号が大好評発売中です。お、ああまだ続きがありましたよ。はい、そうそう、大事なプレゼントがもう一つあったんだ。はい、原作展覧会、生誕20周年記念銀魂展、20歳の集いが2024年冬池袋サンシャインシティにて開催決定です。おそしてさらに、さらにオールキャラクター人気投票の実施も決定です。わーってなってます。ステージ終了直後10時から投票開始です。ですって。上位20キャラクターにはなんとソラシ先生による新規書き下ろし。おすごい。鋭意準備中のため続報をお待ちください。なんと、おこれは上位をボーボーボーが占める可能性もあるわけです。ああそうですね。神に感謝。ちゃんとやってね、ちゃんとね。どうですかね、人気投票。まあ我々も、まあ、投票結果気になるわけですけれども、はい、20は相当な数ですよね、うん、結構入ってくるよね。うん、うん、え、お前みたいなのが入ってくるわけでしょ。どの辺、穴、どの辺だと思う。どの辺、穴、穴を狙うな。あー、1位はなんとなくほら、うん、銀さんじゃん。まあ1位はね、いや、ね、ま、なんとなくも、ね、いや、怪しいっすよ、怪しいっすよ。いやいやいや、そんなセイントセイヤみたいなことなりませんよ。俺主役っていう4位がね、って言って5位だから4位になってましたよね。4位になってました。大丈夫、だから穴は予想してみませんか、うん、そっか、意外なキャラが入る。1位だったら嬉しいな。うるせえよ、うん、もういいよそのネタ。、うん、確かにそこは狙いたいですね、うん、狙いたい。狙ってできるもんでもないんだけどね。、うん、意外なキャラかな。意外な20位まであるからね。20位、確かに筋肉マンも29位がエピソード化しますって言って、あの肉だからっていう理由 で、 あ、で、意外なキャラクターが29位になってましたからね。ありますからね、うん、そうそう、古代インカ帝国が舞台になったりしますからね。あー確かにな。どうする、うん、誰がいる、逆に難しくね。難しい、確かに。じゃあジャスに入れます。ジャスもっと上行きそうね。確かに。意外とな。ジャスに入れます。ジャスか、麦見、はい、どうよ。いやでも私も絶対入ってくると思いますけど、貞治がいいですね。あ、貞治か。おお、そうね、その辺は、うん、いいっすね。入りますよねきっとね、うんうん、さあということで、はい、あのファン投票の結果で、はい、展示原画の内容が決まる企画もあるんですよ。あれらしいんですよ。はい、もう一つとして泣ける長編エピソード投票も行われる。あ、はい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 、はい、長編エピソードはどれだと思う、うん、泣けるだからね。泣ける、うん、泣けるか。もうガチで選ぶなら三つ葉編、うん、ああ。ガチで選ぶなら、ガチで選ぶならそうね、そうね。笑いすぎて泣いたのは、うん、長編じゃねえや、あのかもしれない運転。そうな、かもしれない運転はまあ泣くわな、うんうん、お父様ってなって、もう石田さんだけが大変。お、俺はダメだ、お父様そんな。なんとね、別撮りもしないで、そうそうそう、一人で一気にね、一気にやってた、だけどあれは長編じゃねえわ。長編じゃないですよ。確かに。なんならあの、うん、A パートとか B パートが半分ぐらいしか使ってないから、ね。使ってねえわ。超短編だから。インパクトがね、やっぱね。くぎみどの辺来ると思う？私あのほらあのジロ町みたいな。ああ。はいはい。歌舞伎町四天王編。四天王か。そうそうそう。あの話すごい好きだったんですけど。四天王編面白かった。面白かった。うん。いいですね。はい。ということで皆さん、長編の方の投票もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあ、そして20周年プロジェクト3つ目、はい、3つ目はクギミにお願いしたいと思います。はい、こ
こんなカードです。かわいいね。はい、めちゃくちゃかわいい。ありがとうございます。あの大輔さんはさっきセーターに馴染んでましたからね。同化してたカードが。確かにね、緑と緑だ。そうそう、あ、本当だ。ちょっとだいぶ面白かった。だいぶおかしい。はい、はい、じゃあご紹介します。こちらのクリスマスカードはテレビ東京様からです。ありがとうございます。ありがとうございます。いつもお世話になっております。はい、メリークリスマス。メリークリーミー。はい、今年もいい1年でしたね。テレ東からのクリスマスプレゼントは3年Z組銀八先生の放送局と放送時間がついに決定。やったー。やー、よかった、はい、ね。テレ東他にて2025年放送予定。制作とっても会長です。おお、先だな、ずいぶん先だな。やってくれんな。会長の証にクリスマスプレゼントで設定をいくつかチラ見せしちゃうぞ。どれどれ、んどんなのね。あ、やねえだろこの設定。校長ね。何なんだよ畑校長ね。別にいらねえだろ。はい、あとさらっと言ったけど放送は2025年です。銀八先生の放送まで君たちはどう生きるか。あとこの後銀八先生の制作を手伝ってほしいのでみんなよろしくね。以上です。なんかお手伝いあるみたいです。はい、あるみたいです。みんなの力を。はい、はい、さあ、うん、ということで、20周年プロジェクト3つ目銀八先生の続報でした。 OK、はい、さあ、うん、先ほどはいクリスマスカードにも書かれていたのですが、はいはい、これからご来場いただいた皆さんに、はい、アニメ銀八先生制作の一部をお手伝いいただきます。あー、みんな頑張ってください。お願いしますね。具体的に何をしていただくかと言いますと、はい、音声収録でございます。おー、おー、みんなの声が入るんだよ、はいはい、すごいよこれは。会場の皆さん全員にあるセリフを言っていただき、はい、収録した音声を銀八先生の本編で使っちゃいます。めっちゃ楽しみですねこれ。これ、うん、まあ音声収録ね、準備がいろいろありますので、うん、こちらのコーナーで楽しんでいただきます。はい、箱の中身は何だろうな。ということでみんな知ってるあれです。わあ、あ、これね。はいはい、スイートホーム入ってねえからな。これね、いいな、これ、ね、ということで、はい、杉田くん、はい、中身当てちゃおうか。ああ、もう早速スイートホームじゃない何かだよ。お、これでファミコンのカセットだったら問題ですよ。問題だ ね、 ね、ここ一応ジャンプステージなんでね。うん、うん、お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 、やや、うん、あ、おー、やめろ、やめろ、さっさとやれ。何ですか。ファミコンジャンプのソフト。やっぱりファミコンのソフトじゃねえか。違うよ。じゃない、もうちょっと小さいし、なんか薄いな。薄いね。うんうん。なんだろうな。うん、宝山団子みたいなやつ。触ったことあんの。ゴキブリを退治する気か。なんか虫とかを、うん、なんかちょっとビニール袋に入ってて。あ、うん、あ、と取り出すとやばいもんだから、多分なんかこれ冷蔵庫の裏とかに仕掛けるやつですよ、これ。ああ、なるほどね。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。わあ、宝山団子。では答えはこちら。ジンジャークッキー。むちゃくちゃ可愛いんですけど。めちゃめちゃ可愛い。すごいちゃんと可愛いんですけど。このジンジャークッキー実はですね、はい、あの人からのクリスマスプレゼントらしいです。おお。誰の？ジンジャークッキーを作ってくれたのはこの方です。杉田くん、坂口くん、キリム、お久しぶり。すごいすごい。これを見てくれてるみんなも元気かな、こんにちは。今日はね、あのほらクリスマスも近いということがあってですね、なんか甘いものをですねジャンフェスに届けたいなと思いましてですね、私ここにいるんでございますよ。助っ人ということでですね、先生をお呼びしました。先生を紹介します、うん、どうぞ。今日はよろしくお願いします。ガズの先生からよろしくお願いします。先生、そこクジラさんでしょ。意外とこう、もう柔らかくなってくる、だいぶこうちゃんと作ってる。おじいちゃんもいいけど、あれかわいい。これあれですよね、なにこれ、杉田くんとかが食べるんですよね。だったらハバネロとかの方がいいんじゃないですか。ねえ、ハバネロって少しずつも力が入れちゃってる。そうですね、あ、すごい。あ、
ちゃんと立木さん書いてんだこれ。こうなったらちゃんと器用だ。ひし形にしてもいいですか。目をひし形にいるすごいできたこれだ寿司くん、あ、寿司の回だ、寿司の回。俺が作った渾身の一品、余すことなく食べてくれよな。じゃあ、はい、またな。To be continued。 続くの続くよ。あ、フルがフルが配信。あ、いやいや素晴らしい。ということでこの動画のフルバージョンなんと板場公式 YouTube チャンネルでご覧いただけます。わーすごい、めっちゃ良かった、いやあったかい、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 うん、お菓子を作る人にしてはね、声が低い。ほう、うん、びっくりした。これがギャップ萌えってやつか。たまらんやつやな。いや可愛かったな。とんでもなく可愛い、ね、気になった方はお家にかチェックしてみてください。そうそう、ね、そうそう、一緒に作れますからね。確かに、ただ動画だからね。そう、フルならね、可愛いたちきさんが見られます。そう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 、音声準備は整いましたね、はい、ということで、皆さんに言っていただきたいセリフは全部で3つあります。はい、僕たち3人が先にあるセリフを言いますので、コール&レスポンスの要領で皆さんは全員でそれに答える形でお願いします。はい、配信をご覧の皆さんも画面の向こうから声を出してもらって、音声収録の雰囲気を一緒に楽しんでいただけたらなと思いますよと。はい、では僕からいきます。はい、僕がありがとうきびうんこと言いますので、いつものやつですね。どうきびうんこと言ってください。一回やってみましょうかね。はい。はい。ありがとうきびうんこ。これ朝だぜ。すごい。朝一なのにすごいですね。慣れてるね。うん、朝一に何してんだよ。ということで本番もう大丈夫ですか皆さん。大丈夫ですよね。これぐらいだったらね。では参りますよ。3、2、1。ありがとうきびうんこ。ありがとうございます。最高じゃないですか。よし、いいですね。まさかのお客さん何言わせてんだ。確かに大変だな本当に。はい、じゃあ続いて私が行きたいと思います。私の方はですね、私がみんなお待たせしてごめんそうれって言いますので、みんなはめんそうれになります。バカだな。じゃあ練習しましょう。みんなお待たせしてごめんそうれ。完璧じゃないですか。なんかどんどんどん良くなってきてるんですけど。だんだんね、うん、温まってきましたね。温まってきましたね。いや当たり前なんですけど、クイメさんいい声ですね。改めて。じゃあ張り切っていきましょうね。次本番です。3、2、1。みんなお待たせしてごめんそうれ。ありがとうございます。いいメンソーレをいただきましたね。いいメンソーレってなんだ。悪いメンソーレって逆になんだ。いい声だな。最後は杉田くんかな。わかりました。はい、最後のセリフはこちら、最高の思い出にしようネクロマンサーでございますね。あ、いいな、もう言いたい。皆さんはネクロマンサーの部分でございます、うん、はい、夜中に一人で遊ばないでください。ネクロマンサーな。それは邪聖剣ね。邪聖剣のな、じゃあ練習してみましょう。 3、2。 最高の思い出にしようネクロマンサー。素晴らしいですね。すごい素晴らしい。夜中に一人で遊ばないで。PCNG の話でいいんだよ。じゃあ行きますよ。では本番です。 3、2。 最高の思い出にしようネクロマンサー。ありがとうございます。朝早くからありがとうございます。本当にありがとうございます。ご協力ありがとうございました。ここで収録した音声は銀髪先生の本編で使用する予定ですが、録音状況が悪かった場合は使用できない可能性もございますので、すいません、こちらについてはご了承ください。申し訳ありません。ずっとネクロマンサーじゃない。ありがとうございます。さてさて、はい、生ステージもそろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたが、はい、ちょっと待った。下手くそだな。ありがとう。エリー。あららら。ありがとうございます。エリーは出てくるけど、はい、カードはスタッフさん手渡しっていうね。はい、こちらにゴリラからも、ゴリラから、はい、メッセージが届いているということで、はい、紹介させていただきましょうかね。どうぞ。はい、
ジャンプフェスタ銀魂ステージをご覧の皆様、メリークリスマス。クリスマス。ご無沙汰しております。ソラチです。本日は日曜のこんなに朝早くからステージにお集まりいただきありがとうございました。漫画もアニメもすでに終了している作品がまさか20周年をこんなにたくさんの人たちと賑やかに迎えられるとは思っておりませんでした。はいはいはい。これもひとえに皆様の変わらぬ応援と愛情、まだまだ銀魂で小銭を稼ごうとしている薄汚い大人たちの手腕、そしてその残飯にたかるハイエナ声優どもの最低だなおい、はいはいはい、酒とヤギで汚れた生態のおかげなどではなく、いつもこの手紙をそのプリティーボイスで読んでくれているくぎみーのおかげです。本当にありがとうございました。感謝します。何読ませてんだよ。これから20年目を歩んでいくにあたり、そういった古き悪しき者どもどうせ裏でろくでもないことをやっている男性声優どもは問題を起こす前にこっちからバッサリ切り捨て、おいおいおい、最近のソラチ先生の推し津田健一郎一匹で回していくことになると思いますが、どうなってんだ。こっからはずっと津田健のターンでいいだろう。というかすでに業界はもうずっと売れっ子津田健のターンなんで、情熱大陸でも津田健を前にした杉田智和が全くターンが回ってこないままあったあった、かき氷食ってる後頭部だけが虚しく映ってましたから。あ、ネットに上がってるやつな。ただ津田健は扱いに気をつけないと、キャスト発表した瞬間に担当するキャラクターが爆散即退場する術式。違うな、作品が違うんだよな。ナナミンがが発動する時があるんで。ねえよ、下手したら銀魂のキャラ全員爆死すると思いますが、その時はどうか皆さん呪いの言葉ばかり吐かず、ナナミンの分までちゃんと苦しんでください。じゃあここからは時間外労働なんで、坂口さんあとは頼みますよ、かっこツッコミを。最悪だな。何言ってんだこの人。津田健さん銀魂の最終章出てたでしょ。出てるぞ、あの人出てるぞ。出てたからね。出てますよ。まあ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 、ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。何なんだあの手紙。まあまあまあ、ナナミンがナナミンがじゃねえよ。いやもう例年に比べればメンタル安定しますよ、うん、メンタルの話よしてくれ。落ち着いてんのかな、ね、あ、銀魂声優タバコ吸わねえからなくそう。さあということで、はい、こんなグダグダなまんまですが、はい、銀魂ステージいかがでしたでしょうか。はい、ありがとうございます。楽しんでいただけたら何よりです、うん、はい、さあそろそろクリスマスパーティーお開きにしないといけないようです。そうっすね。じゃあ最後に今日の感想と20周年に向けて一言ずつ、はい、終わりましょうかね、はい、話ね。じゃあくぎみーからお願いします。はい、もう今日は朝早くから本当にありがとうございました。こうしてねたくさんの皆様に、あーもう本当に嬉しかったです。みんな明るくなった。ありがとうございます。あの風に気をつけてね、あの楽しく冬も過ごしましょうね。あの今日も一日頑張ってくださいね。はい、じゃあこれからも銀魂よろしくお願いいたします。はい、もう完全に朝の番組のお姉さんだ。本当だな。今日も一日頑張っていきましょう。この声で目覚めるっていいな。坂口です。はい、坂口さん本日はどうも朝早くからありがとうございました。はい、ね、そら先生も言ってましたけど、皆さんの応援のおかげでこうやって20周年も迎えることができました。本当にありがとうございます。まだまだね20周年記念は続いていきますので、これからも応援の方よろしくお願いいたします。お願いいたします。ということで本日ありがとうございました。よっしゃ、じゃあ杉田くんお願いします。はい、配信カメラの、あちらですね。はい、皆様あの早朝からありがとうございました。他のステージでやってるねブリーチもワンピースも鬼滅も大事な出演作なんで。そうだな、そうだ、こちらも含めてあの僕はあの心と体が丈夫なことが長所なので、しっかり作品とこれからも向き合っていこうと思います。ジュース回線、あ、オーディション待ってます。ありがとうございました。あ、そうな、はい、俺らも津田健さんのところへ行こう。そうっすね、ええ、はい。というわけでジャンプフェスタ2024
ジャンプスーパーステージブルー銀魂ステージでした。よいしょ、ありがとうございました。ありがとうございました。よいしょ、良いお年を、そしてメリークリスマス。これ本当にダサセーターなのか。いや本当に可愛すぎましたね。これジャスタウェイとか、うん、あのエリザベスの柄が欲しいんですよ。わかる。普通に着られるよね。みんなこれ着心地も最高です。あともう一つ ね、パター帽子あるから、うん、あそうそうそう、襟がついてます。おしゃれです。おいシップ、お揃いにしようぜ。なんだこの終わり方。走りに行くとマイクが消える。バイバーイ。よいしょ。以上で本ステージは終了となります。後方よりご退場いただきますので、 A ブロック、B ブロックの皆様はスタッフの指示があるまでそのままでお待ちください。次回のジャンプスーパーステージブルーは10時45分から。